はい、アミです。よろしくお願いいたします。それでは今回も10分切り負けやっていきたいと思います。相手の方、三段の方になりました。よろしくお願いいたします。まあ、ですね、角換わり、一手損角換わりが得意と書いてあったんで、まあおそらくそういうタイプの作戦になってくるかなと思います。さあ、一手損させてやりたいんですが、まあさすがにやってこないかな。ああ、早く角交換してこいと。やりましょう。うん。ついて銀上がって、どうしようかな。こっちから先ついちゃおう。これで桂跳ねて、ちょっとね、桂跳ねの筋を見せて、嫌だなと思わせる作戦でございます。嫌だって思っただけで別になんてことないんですけどね。銀なら、なんかね、もしかしたら桂跳ねあるんじゃないかみたいなことを考えさせて、少し時間を削ると、そういう感じの、あれですね。一回ちょっと足がかりを作っておきましょう。これでいつでも跳ねるぞと、脅しをかけて。まあ、実際どうなんですかね。ちょっとさすがにこれだと、王手飛車のラインが、例えば4五桂跳ねて銀逃げて2四歩同歩同飛車の時に、王様ここにいると1五角の王手飛車でやられてしまうので、一回上がって、そうですね、これ突っかける手ないのかな。ちょっと跳ねてみたいですけどね。ちょっとまだ足りないかな、さすがに。まあ、いつでもこっちは桂馬跳ねるぞ跳ねるぞと、いう手を見せて、著しく向こうの手を牽制していくと、そういう感じでございます。まあさすがにその辺ついていきますかね、そろそろ。いや、しかし寒いな。腰掛け銀、なんか今日部屋が暖房今入れてなくてすごい寒いのにようやく気づくっていう。ちょっといじってみたいですけどね。あ、これ、ここの形で仕掛けるんだったな、そういえば。ここを突かれるのが一番嫌ですかね、やっぱり。行ってみっか。ここ突くと、6六突くと6五突かけられて、先に仕掛けられる感じになるんで。そうですね。この辺も絡めて、もう総攻撃に移ってみますか。ちょっとやっぱり、金ね。まあ、一回ちょっと、これで、様子見て。今、例えば2号飛車とかやると、取られて終わるんで、操作ミスは本当に気をつけたいですね。いやー、でもこれで、何がどうなってんだろう。3五歩、そうですね。第一感なんかこっち良さそうですけど、5一角だと桂跳ねるのかな。まあ、でもちょっと、まあ、軽くマッサージしておきましょう。これ跳ねると思うんですけど、まあ、取って、7三角成か2四歩同歩同角成か難しいんですが、まあ、どっちですかね。まあ、跳ねますよね。まあ、取って、角成り、まったりと。ああ、マジか。これはでも、同角成りの時に2八歩同飛車3九角みたいな手を考えてるんでしょうか。こっちはもう、馬なんか、あ、これは切りたいですけどね。いっちゃうか。どうなんだろう、これ。まあ、2二歩で竜引いて、馬と金の交換にはなるんですが、まあ、どうですかね。3五歩とか。第一感させてそうだな、というのが、最近、居飛車党になった、にわか居飛車党としての、対局観なんですが、
意外とそうじゃないのかな。桂跳ねは取って取って、桂打って。まあ、しかし、桂跳ね単に銀逃げといていいか。そうですね。なんか、銀は一番いいタイミングで渡せばいいので。そうですね。あんまり、なんか、ちょっと、区切れなんでよくわかんないですけど。まあ、この辺ついてくるってことですかね。まあ、そうですね。確かにそれっぽい指し回しではありますね。なるほど。いやー、しかし寒。ちょっとね、ごめんなさい。暖房つけてきます。ちょっと無理、これ。寒。寒。はい、どうもすいませんでした。凍結洗浄運転が実施されました。なんかかっこいいですね。いや、でもこれどうしよう。いやー、でも迷うな、これ。何をどうしたらいいんだろう。金打ったら7一飛車なんですよね。間違えなければ勝てそうなんですが、すっごい間違えそう。跳ねるか。まあ、一回取っちゃうか。もう一層。取って、桂跳ね。そうですね。ちょっとこれで桂跳ねに銀逃げて、とりあえず、様子見ておきますか。いやー、でもちょっと、取りたいな、第一感。同銀で、同銀に、3六桂から叩いて攻め切ると。かっこいいですね。行ってみっか。まあ、同銀でしょうね。ただ、同銀は守り離れるんで、3六桂が非常に痛い。あ、冷静。そうだね。俺もそう思った。いや、同歩は冷静ですね。いい手だと思います。ただ、どうですかね。これで銀逃げたら、4四歩と叩き込んで、そうですね。行くしかないね。いやー、寄って辛抱か。2三歩同歩同流っていう平凡な攻めありそうですね、これ。あ、ダメか。これ3三金で、いや、3三金なら4一金で抜けるか。でもちょっと危、ちょっと細いな。同歩同流だと、あれですね。3三金が嫌かもしんない。一回桂跳ねとくか。ちょっとあれだな、これ。同竜だと3三金でね、なんか、で4一金同玉、2一竜は3一金で弾かれてっていう手があるんで、桂跳ね飛車、竜金、あんま変わんないかな。取って取って竜、金逃げ。いや、でも、行くしかないか。桂跳ねた方がいいんですかね。跳ねどくかな。まあいいや、ちょっと単に行ってみるか。まあ三三金の一手ですね。三三金にじっと竜引いて2五桂狙う手も十分考えられますね。三三金に放っておくと、三三金2九竜に放っておくと2二歩同飛車4一金っていう手筋がありますんで。いやー、3三金に3二歩っていう手もあるんですが、同飛車で大したことないかな。やっぱここ3三金で竜引いてって感じですかね。そうだね。やっぱり3三金に2九竜引いて次の2五桂馬を見せてじっくり戦っていくのがいいかなと思います。また3三金2九竜に7六歩同銀5五角が非常に手強いですね。まあちょっとここは4一金同玉2一竜は3一金1一竜に2二銀とがっちり弾かれてちょっと難しいかなと思ったんで引きましたが、
で、ほっとくと次、2二歩っていう手があるんで、どうですかね。7六歩は、もう2二歩と攻め合ってしまっていいかもしんない。ああ。なるほど。これで竜の利き止めて、そっか。跳ねるか。同竜だと2六歩で止められて、ちょっと悔しい感じですね。そうですね。これは取る位置ですかね。寄る手もあんのかな。2二金は2三歩で攻め決まりそうだし、4二金の時ですね。4二金。まあ、平凡に2六竜、2七竜、2六歩、3八竜とかまったり引いておいて、そんな感じで戦っていくんでしょうか。そうですね。まあ、そうだと思った。まあ、ちょっと相手に歩を使わせてじっくりですね、ここは。焦ってもしょうがないんで。いやー、こっちかな。5分。いやー、どこに引くのがいいんですかね、これ。ここですかね。これ3六角とかで焦らせてくるのが一番嫌なんですが、3六角は取って取って2三角が決まってたらいいけど、ダメか。決まんないな。3六角で焦らせられて嫌ですね、ちょっと。なんかないかな。3六角。いやー、わかんない。全然わかんない。わかんないですね。3六角、2三金、これも2三金で2五銀に竜切って3二銀で決まんないかなと一瞬思ったんですけど、ちょっと荒いですか。ちょっと荒いですかね。桂跳ね一回利かしてなんか決まったりしないかな。2三金平凡に打って、銀に2二歩っていう素朴な攻めがありますね。あ、ダメか。桂跳ねられちゃうか。そっか。2三金打つんだったら2五銀にもう一気に行く覚悟が必要になりますね。いやー、いやー、これは難しいな。一回跳ねてみるか、ちょっと。これで飛車の行き場所を探って、どこに行くかで指し手を変えるという若干高等戦術っぽい指し方でございます。どの道竜切るしかなくなるのかな。竜切るしかないんだとちょっとね、やっぱり遅いですね。いやー、痛くない竜は。飛車に金で2五銀、6二飛車に2三金、そうですね。竜切って金打って同金同歩成同飛車。いや、もう目つぶっていくしかないか。いや、こっちか、こっち。いや、ダメか。ダメだな。足りないか。目つぶって。だいぶね、怖いんですけど。
全く自信ないですけどね、これは。まあ、銀に2二歩は3三桂で、いやー、2一歩成、4一玉。ダメだな。銀、竜切って同歩に、2、3二銀同金、同歩成、同飛車、3三歩、同桂。あ、ちょっとこれはよれてくれたかな。とよれてくれた感じはする。3分。見ますか。ん？待てよ。これ、これ取れるのか。これ取れますね、これ。これで。2二竜があるから。2二銀があるから。取れます。これは一気になんか、勝勢になりました。やっぱりちょっと、あれかな。寄ってたのかな。2五銀は3五竜、同歩、3二銀で。そうですね。これはさすがにって感じはしますが。どうなんだろう。こうか。そうですね。ちょっと手堅めに行くか。手2堅め分に。30秒。時間がやばいな。あんまぬるいことやってると逆転されるんで、そこは本当に慎重に行きたいですね。ああ、取るんだ。いやー、ね、ちょっとまだね、時間あるんで、時間がないので、一波乱ありそうですね。ちょっと、こちらも時間に本当に気をつけて、いかないとまずい。叩いて取って3六桂みたいな。叩いたら逃げときますか、無難に。はい。飛車なら、なんか寄るだろうと。ああ。ちょっとか。これで7六歩狙われてるんで嫌なんですけど。か、飛車浮きに角成りもあんのかな。角成りでもちょっとリスキーですが、いやー、取っとくか。無難に角成りもあるんだけど、ああ、普通にここはノータイムですね。3二玉なら2四歩で捕まえる。逃がさない。離さないと。まあ、ストーカーのように捕まえる。これで次、4一銀、4三玉、6一馬とか、4一銀、3一玉、3二歩とか、いろんな筋があるんで、ちょっとね、逃げ切れないんじゃないでしょうか。そうですね、非常手段ですね、これは。しかし、取って詰んでますか。これで4一銀があるんで、3三金の一手なら2三銀から、そうですね。これは積んでますね。王様引いて4一金まで積みとなります。ありがとうございました。見事じゃ。感想戦やっていきまるたいでと思わいしまの。す。まあ。まあ、角換わりから急戦を見せていって、プレッシャーを与えて、4八金型対5二金型っていう少し、ちょっとね、4八金型が基本的には良くなりやすいのかなという感じの作戦になりました。2三歩に今見たら5一馬と平凡に突っ込んで良かったんですが、ちょっと実戦中はアドレナリンが出ていたのか、なんか、いきなりこう、角金交換の順に踏み込んでしまいました。で、ここから非常に難しい攻防が続いていって、いやー、これどうだったんですかね。ちょっとわかんないな。いやー、変でしたかね、ちょっと。
うん。ここで、そうですね。いや、ここで2五銀取られていたら、ちょっとわからなかったんですが、いけてたのかな。2五銀、3五竜、同歩、3二銀、同金、同歩成、同飛車、3三歩、同桂、4三金みたいな手をちょっと考えていたんですが、任せろ。いや、これ取られたらな。あ、やっぱ取りますよね。あ、取りますか。打ちますか。いやね、これ一本道なんでちょっとね、そうなんですよ。避けようがないんですよね、これね。どう考えてもこうなるんですよね。素人的には。で、こっからがちょっと、2級飛車から、どれぐらいこっちは危ないのかとか、ちょっとわからなくて。1手余されて、2級飛車打たれて、8八玉、でなんか、6九銀とか、向こうは1手開けばね、2九飛車、8八玉、6九銀とかで、いくらでも勝てる手順がありそうで、でこちらとしては、なんとか、この瞬間にも寄せ切る以外に勝ちはないということで、非常にスリリングな展開になっていたのかなと思います。まあ、だどうなんだろうな、4一銀とか受けて、3三金が詰めろなのか否か、それすらもちょっと、詰めろか。2三桂、2一玉、3二金で詰みますね。4一銀、3三金で。いやー、いけてんのかな。いや、いけてるような気もするんですが、なんか、この段階でプラス300とか、プラマイ300っていうのは相当本当に際どかったっていうことですかね。そっか。いや、これどうなってんですかね。飛車かわす手もあって、ただ、急に飛車なら5二桂成が一応詰めろになりますんで、やっぱりちょっと、あれかな、人間的に受け切るのは容易ではないと、そういう局面でしょうか。ソフト的には何回でも、人間対人間の戦いであれば、まあ大体こっち勝つだろうなという感じですね。まあ、ということで、なんか、桂馬取られたら覚悟を決めるしかないと思っていたんですが、まあ、本譜ありがたいことに角打ってくれたんで、3五竜と取って、同歩なら2二金で決まります。でこれはもう完全にね、大きな駒得で、こちらが大優勢になりました。もっと早く勝つ手順もありそうだったんですが、まあちょっと時間もないので、安全運転で行きました。で、最後は3四竜とズバッと飛び出して、詰みですね。ちょっとやっぱり、5一角成から2四歩で、次4一銀から3二歩の筋とか、いろいろあって、受けが難しくなってしまったようです。ということで、ここまで。まあ、ここで、まあ、3三桂と跳ねれば詰まないかもしれないんですが、まあ、ちょっとね、4四の竜も2四の銀も取り放題ということで、ちょっとやる気しないでしょうね。まあ、3三桂なら4四竜と取って、まあ、次に4一角から2三歩みたいな筋も、非常に厳しいので、ちょっとね、どうしようもないということで、まあ、金上がるしか、実戦的にはないんですが、まあ、2三銀と打って、同金なら、3二の王様、す抜けますよ、ということで、投了となりました。まあ、一局をとして、比較的うまくさせた将棋だったと思います。まあ、ただね、ちょっとやっぱり、最後の、桂取りの部分、これね、桂2五銀だったら、かなり面白い終盤だったんじゃないかな、というところですね。こちらとしてもなんか、もうちょっと前にマシな決め方があった気がするんで、そこがちょっと反省点ですね。例えばここで、ぬるいようでも、一回2三歩とふわっと垂らしておくとか、なんか、なんだろうな、もうちょっとこう、うまく、2、3、2金からばらしてとか、なんかね、うまく勝てる順がありそうだったんで、ちょっとやっぱり、その辺が反省点ですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。